パッと弾ける最高にかっこいいリフ、タッピングを使った美しいメロディーラインが特徴的なミスタービッグの名曲を練習していきましょう。皆様こんにちは、ギター講師の豊川優也です。今回はですね、新シリーズ始めまーす。イエイ。楽器屋での思想や友達からの何か弾いてよ、ライブ前のサウンドチェックなどの場面でパッと弾けると超かっこいいしセンスもいいというリフを紹介解説していくシリーズを始めちゃいます。第1弾はですね、ミスタービッグの超名曲グリーンティンテッドシックスティースマインド、略してシックスティースマインドやります。このチャンネルでは久しぶりの登場ですね、スーパーテクニカル超人ギタリストポール・ギルバート大先生の演奏ですね。以前はこちら鬼の早弾き、ダディブラのギターソロを解説しましたが、今回は彼の早弾きの演奏ではなくて美しい演奏を取り上げてみました。フィンガーピッキングとタッピングを流れるように使っていく美しすぎるリフ、一度弾いています。はい、こんな感じのリフですね。いやー、美しいですよね。シンセのメロディーみたい。こんなリフよく思いつくな。このリフはですね、タッピングの技術を向上させるには最適な練習曲の一つですね。そしてリズムのキープがなかなか難しいので16分音符のリズム感が鍛えられるリフでもあります。ぜひ皆様今回のリフマスターして、様々な場面で一目置かれるギタリストを目指していきましょう。このチャンネルでは皆様のギターライフがより楽しくなる動画や上達の役に立つテクニック、名曲のギターソロやカッティングを解説していく動画などを上げていっております。ぜひぜひ皆様チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは今回も張り切ってレッツゴー。まず最初にですね、今回のリフで使う基本的なテクニック、タッピングとツーフィンガーピッキングについて解説をしていきます。この2つすでにできるよという方は概要欄目次よりセクション1に飛んじゃってください。ではですね、ツーフィンガーピッキングから解説をしていきます。この曲の冒頭のタッピングフレーズは親指と人差し指を使ってピッキングをしていきます。この時に2弦と3弦は親指、1弦は人差し指でこういう風につまむように弾いています。この際ピックですが、いつでもパッとこういう風にピックが持てるように中指の第一関節と第二関節を曲げて、こういう風に中指で挟み込むように持っています。この状態からピックをこう持ったり、またこうしまったり、この動作をですね、普段から繰り返して手に染み込ませておくと実際に弾くときに楽ですね。とまあ一応本人は2フィンガーピッキングでこういう風に弾いてるフレーズですが、ピックと中指を使ったチキンピッキングでこう弾いちゃっても問題はありません。この場合はですね、1弦は中指、2弦3弦はピックで弾いて中指でタッピングを行っています。次、タッピングいきます。タッピングは右手の指で弦を叩くことで音を鳴らすテクニックです。僕は普段ピックを持ったまま中指でタッピングをしていますが、この曲の場合は2フィンガーピッキングで弾いているので人差し指でタッピングを行っています。この時にとにかくハンマリングを意識して勢いよく指先で叩くことを、この時にですね、指のお腹ではなくて指先をなるべく使った方が音は鳴りやすいです。そしてタッピングの後は必ずプリング、やや指を弾くように離します。こういう感じですね。タッピング最初は鳴りづらいと思いますが、繰り返して練習しているとすぐに音が鳴るようになってきます。という感じで、まずはこの2つの基本テクニックを十分に練習してみてください。それではフレーズの解説いきます。今回は結構難しいリフなので1小節ずつ分けてゆっくり練習をしていきましょう。まずは最初の小節から解説していきます。一度弾いてみます。はい、ここまでですね。ちなみにポール本人の演奏動画では最初グリッサンドからこういう風に入っています。今回の僕のデモ演奏はその弾き方を参考にしています。このグリッサンドはですね、お好みで入れてみてください。まず一番最初の動き、ここが結構難しいのでしっかりポイントを押さえていきましょう。まず人差し指で1弦を弾いたら、左手でハンマリングプリングで
親指2弦、人差し指1弦という風に弾いていきます。連続で行うとこういう感じ。そしてここのミュートですね、これが難関です。親指人差し指と開放弦を弾く部分ですが、ここは親指2弦を弾いた直後、人差し指で1弦を弾くと同時に手のひらのこの小底部分ですね、ここを使って2弦をパッと止めます。右手の動きを見てみてください。出だしはこういう風に 1,2 弦から手のひらを離した状態で弾いたら1弦に行くと同時にこういう風にくっつけます。こういう動きですね。これを入れるとですね、フレーズが綺麗になります。1弦に戻った時に和音にならないからですね。入れないとこういう風に一部分は音になっちゃうんですよね。このリフをよく知ってる人が聞くと、このミュートができているかできていないかでちゃんと弾けてる感がかなり変わってきますね。ポール先生はマジで綺麗です。さすがにあそこまでは再現できないですね。まずはこの5音の動きをひたすらリピートして、この右手手のひらミュートを身につけていきましょう。次はこう弾きます。先ほどの1弦開放弦からハンマリングでプリング2連発。ここのハンマリングとプリングはですね、薬指と人差し指を同時に押さえてからこういうタイプのプリングで弾いています。こういうタイプではなくてこういうタイプですね。これはミュートのためです。先ほどの手のひらミュートがうまくいかず音が残ってしまうということもありますので、そういう場合に備えてここで人差し指先で2弦をミュートしています。これを入れないとですね、2弦がずっと残ってこういうサウンドになってしまいがちなので、必ずこのミュートは入れましょう。手のひらミュートがたとえうまくいかなくても、ここで人差し指ミュートができればまだセーフ。飛天御剣流の抜刀術と一緒で、隙を生じぬ二段構えでミュートをしていきましょう。ここまでもう一度弾いています。次はこういう動きです。 A サス2のコードトーンを2オクターブで弾いていくフレーズですね。このコードトーンの分解フレーズはシンセやキーボードのアレンジでよく使う音使いです。ギターで弾くとかなりテクニカルな雰囲気出ますよね。意図的にギターソロに混ぜたりとかするとこういう風になんかできるギタリスト感が出ますので、ぜひ試してみてください。さて弾き方やっていきます。3弦でまずハンマリング、親指で弾いたらハンマリングを入れて1弦を人差し指ピッキング、こういう流れですね。で、1弦人差し指ピッキングの時に、ここも右手手のひら小底部分で3弦をパッと止めていきましょう。右手を見てみてください。3弦親指で弾く時に手のひらをやや浮かせておいて、1弦を弾いた瞬間につける、こういう動きですね。先ほどの2弦ミュートに比べればそこまで難しくないと思います。で、1弦に行ったらハンマリングからタッピング、プリングで戻っていきます。ここの部分は16分音符のリズムですね。ふわりに気をつけていきましょう。ハンマリングからスタートして、ここまでが3拍目、3指ハンマリングからここまでが4拍目、これとこれですね。結構リズムが狂いやすい場面なので、この4つまとまりをしっかり意識して弾きましょう。まず前半はここまでですね。結構こう複雑で難しい動きですよね。一気に通して練習をするのではなく、最初は細かく分解をして、まず最初の5音でミュートの練習、次は2拍目をくっつけてここまで、次に3拍目4拍目のこのフレーズ、それぞれのパーツを超リピート練習で覚えて十分になれたらくっつけて弾きます。こういう練習方法を僕はおすすめしています。毎度のことですが、必ずメトロノームを使い、ゆっくり確実に弾けるテンポとギリギリ弾ける速いテンポ両方練習しましょう。そしてアラームを5分に設定して、アラームが鳴るまで決して止めずに一つの動きをひたすら練習します。これが難しいフレーズの習得方法ですね。それではここまでをもう一度弾いてみます。という感じでですね、いよいよ後半部分ですね。世にも難しいタッピングスライドがやってきます。ここが綺麗に決まると技ありって感じの部分ですね。それでは今回も気合を入れてやっていきましょう。はい、
これ見てください。今回はですね、じゃじゃん、富士山コーラ。先日伊豆に行ってきまして、その時に気合用に買ってきました。それでは後半部分ですね、セクションに一度弾いてみます。はい、こんな感じのフレーズですね。ここはコードチェンジのグラデーションが非常に綺麗ですよね。最初のここまでが D4E のコードトーンで、この次のここから E のコードトーンという風に綺麗に音遣いが変わっています。大変美しいラインですよね。解説していきます。後半はまずタッピングきっかけでスタートするパターンですね。タッピングをしたら人差し指にプリングで、ハンマリングで、次ですね、ここタッピングとともに左手人差し指5フレットまでささっと移動して、プリング、ハンマリング、タッピング、先ほどと同じ動きですね。で、ここのタッピングと同時に人差し指を4フレットに移動してプリングを行います。こういう動きですね。この部分は左手人差し指の指先ですね。毎回2弦をミュートしながら行うようにするとノイズが鳴らずに綺麗です。ここもですね、リズムキープがなかなか難しい部分ですね。一拍ずつふわりをしっかり確認しましょう。まず最初はここまでが一拍、次にここまでが二拍目。メトロノームを使ってリズムの表拍をしっかり合わせて練習してみてください。次いきます。先ほどのフレーズ、人差し指からプリングをしてこう弾きます。ここできましたね。このリフ最大の難関、タッピングスライド。開放弦から人差し指小指でハンマリング上昇、タッピングで12フレットを叩いたら16フレットにスライドして戻る、でプリングで戻っていきます。ここのタッピングスライド、非常に音が続きづらいです。ポイントはですね、しっかり押さえつけながら行うことですね。この押さえつけが弱いとこういう風に音が途切れてしまいます。指のですね、この先端をしっかり使ってグッと押さえつけながらこう弾いてみましょう。タッピングスライドはですね、ここだけを切り取ってゆっくり音を途切れさせないように練習をしてみてください。で、タッピングスライドだけを練習して動きを覚えてきたら、開放弦からのこの動きをリピートして練習しましょう。このフレーズのリピート練習をするときは、最初の開放弦だけをフィンガーピッキングして、その後はピッキングせずにずっと繰り返していきます。そしてギターのタイプやコンディションによってもかなり左右されますね。シングルコイルよりもハムバッカータイプの方がこういうフレーズは弾きやすいです。そして弦高が上がっているとマジで弾けないので、弦高低めのハムバッカータイプのギターを使うようにした方が楽ですね。では先ほどの1拍目2拍目とくっつけてみます。こんな感じですね。ここもですね、最初は細かく分解して練習して徐々につなげていってみてください。前半後半両方できたら、いよいよくっつけて弾いてみます。という感じで、世にも美しいタッピングリフの完成ですね。これを3回繰り返したら、最後4回目はこういう風にビュンとスライドで上がっていって次に進んでいきます。ではこの後、歌の入りまでの部分を最後にセクション3としてやっていきましょう。一度弾いてみます。こんな感じで、先ほどまでと打って変わってパワフルに弾いていくダイナミックな部分ですね。まず最初の小節から、ここ僕はピックを持つのが間に合わないので、指でこうで伸ばしてビブラートをがっつりかけます。この際に右手でパッとピックを持つようにしています。この方が慌てずに済むので楽でいいですね。もちろん一発目の音からピックが間に合うという場合はそれに越したことはありません。最後は4拍目裏に開放をボンと入れて、次の小節、ここは僕ビブラートをついかけましたが、原曲はかかってないと思います。次は
ローポジションに行ってアルペジオを混ぜながらこう弾いていき、最後は 1,2 弦開放弦をジャーンと伸ばして終わり。この時に中指薬指はですね、3弦4弦をこうミュートして行っている状態ですね。セクション3もう一度弾いてみます。それでは最後にですね、今回のリフをタブ付きでデモ演奏を弾いていきたいと思います。テイク1は通常の速度105、テイク2は遅めの80で弾いておりますので、練習にご活用くださいませ。いきます。という感じで今回のリフはいかがでしたでしょうか。非常に美しいメロディーですが、細かいテクニックがなかなか複雑なリフでしたね。その分このリフ綺麗に弾けた時は一目置かれるギタリストになること間違いなしです。ぜひ今回の動画で細かい動き一つ一つを丁寧に練習して習得していってみてください。ミスタービッグはですね、超かっこいいギターサウンドの曲がまだまだたくさんありますので、今後もまた取り上げていこうと思います。皆様お見逃しのないようにぜひこちらのチャンネルの登録を済ませて次の動画を楽しみにお待ちくださいませ。また今回の動画が楽しかった、役に立ったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。 Twitter 等の SNS はですね、概要欄にリンクの方貼っておりますので、興味ありましたらフォローをよろしくお願いします。それでは今回の動画も最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。